佐藤義永から1937年1月8日は日本の農学者。農芸科学を専門とする農学博士で宇都宮高等農林、森岡高等農林の各校長を務めた。幕末の藍津若松幕郎町に生まれる。藍津半々氏佐藤大八郎の長男であり、藍津会会員であった。幼少期に佐原森住らに学び、 若松余科学校に入学するが、同校は、その翌年に廃校となり、上京した。佐藤は農学を志し、1888年に、駒場農学校を卒業した。埼玉市販学校教諭、茨城農業技師を経て、栃木農業技師となり、渡瀬川流域の農作物被害調査に従事し、古在吉直と足尾銅山の鉱毒調査を行った。京都農事試験場長。 京都農学校長を歴任。1903年、森岡高等農林教授に就任し、農産製造学を担当した。独、仏、米での留学を経て、第二大校長に就任。在任中に、博士会の推薦によって、農学博士号を授与され、また宮沢賢治は、学生の一人であった。1921年に、学校昇格運動について、 文部省から謝罪を要求され、これを拒んで辞任した。同行には、蔵書399冊を寄贈している。翌年に、宇都宮高等農林の創立委員となり、欧米出冊後に、初代校長に就任した。その見学に際し、佐藤は、真面目、堅実を説き、不可形長を戒めている。1929年に退官し、名誉教授となる。 第二本農会から、紅白授与交渉を授与され、農芸委員を務めた。高等官一等、樹三味訓二等随法賞に除されている。著述に、東北の事業、佐藤博士文集などがある。後期兼任見学あぐまず、市政綱領と評された人柄であった。東京帝国大学一覧。渋滞小元年史大生二年では、農学科を自席卒業。佐藤の学には、 藍津学校会による援助があり、山川健次郎らの指導を受けている。ABCDE、藍津会雑談50号、佐藤義長くんハット ABC、福島市長県人会画像166枚目、ABCDE、佐藤博士文集、佐藤博士略歴、藍津中学50年史、農産製造学、食品科学研究室同窓会、ホームページ農産製造学、 食品科学研究室の歴史。2014年3月10日へ覧。学位体系博士6、宮沢賢治学会開放41号、宇佐美玲子宮沢賢治と、宇都宮宇都宮高等農林学校。2010年11月23日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2014年3月10日へ図覧。U. チューンズアグリ支援機構。 2014年3月10日へ図覧、官報第3008号、2014年3月10日へ図覧、官報第1201号、除荷及び事例1916年8月1日、ありがとうございます。